常年司チャンネルニュースの虎川ガオー。はい、始まりました。皆様面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録、さらにですね、コメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。昨日ですね、兵庫県知事選挙、投開票ありまして、自民党と維新の会が推薦する新人の斎藤元彦さんが当選されました。おめでとうございます。2位をですね、15万票差で破るね、圧勝と言ってもいいんじゃないかな。そんな風に思います。今回ですね、これ NHK の知事ですけど、県政の刷新を訴え、自民党と維新の会が推薦した、元大阪府財政課長の斎藤氏が初めての当選を果たしたと。今回の選挙は5期務めた井戸知事の引退表明で、20年ぶりに新人が争い、斎藤氏と井戸知事が全面的に支援した、副知事の金沢氏による事実上の一騎打ちということで、で、自民党はですね、斎藤氏を支援したものの、県議会議員の多くは金沢氏の支援に回り、分裂選挙になったと。これをですね、斎藤さん勝ち抜いたということです。これ分かります?この構図。井戸さんという5期務めたですね、知事がいて、それが後継指名したわけですよ。副知事を。副知事は元県庁の官僚ですよね。指名しました。これに対してですね、斎藤さんという新人ね、まだ40代の新人が挑んでですね、自民党は支持したんだけど、実際には手足で動く県会議員は全部向こう側について、維新の会が応援して、4期務めた井戸さんの後継者の超実力派副知事をですね、破ったということでございます。いわゆる世代交代というかですね、体制内改革というふうに言うのかな。体制内改革っていうか、いわゆる改革ですよね。なんかその足音をですね、ちょっと感じた事件だと思います。斎藤さん自身もね、実はね、元官僚でして、総務官僚なんですよね。地方自治旗を歩いてですね、飯舘村なんかにもね、出向で行ったことがある人です。三重県知事のですね、鈴木英敬さん。この人もですね、もともと経産省の官僚で、私のですね、弁論部の後輩のね、この間出てもらいましたけど、朝比奈君の一期下だそうです。鈴木さんもですね、まあ、いわゆるその改革派官僚としてやってきて、この斎藤さんもその時の仲間なんですけど、官僚出身だけど、官僚の手の内を知った上で政治の世界に来て、官僚の言う通りやらせない。ちゃんと県民とか国民の声聞いてやるみたいな。そういう人ね、結構いるんですよ。そういう意味で言うとね、高橋洋一先生だって元財務省でしょ?それからたびたび私が視聴者の会なんかでもね、一緒にやってる石川和夫さんだって元経産省ですけど、政府に対してね、文句言うときはビシッと言いますよね。同じくですね、ニュース女子やってた岸さんも内閣参与ということで行かれましたけど、内閣にね。行きましたけれども、今日ね、ツイートでね、いみじくもその岸さんがね、私は内閣内野党としてですね、ダメなところはビシッと言いますからみたいなことをおっしゃってました。これね、すごく大事なんですよ。なんでかというと、日本は野党がですね、基本的に革命政党ですよね。こいつらに任しといたら日本の国体どうなるのかみたいなさ、ちょっと危ないとかばっかりでしょ?だから昔はね、自民党はそういうのがあったので、中選挙区時代はね、自民党の中でこの世代交代、新陳代謝が起こることによってですね、派閥争いでね、その主流派の派閥が変わることによって、日本の民主主義が変わらないまま、でも改革が進むみたいなことを実現してきたわけですよ。ところがですね、小選挙区比例代表選になってですね、自民党内のこの新陳代謝が進まなくなったと。二世と官僚ばっかで、いわゆる叩き上げのさ、党人派、ガースーみたいな人がさ、ガースーがだから今ちょっと官僚みたいになっちゃってるのが問題なんだけど、そのガースーのこのね、キャリアパスみたいな人が減ってきたんじゃないかと言われております。でもね、官僚出身の人だけれども、いわゆる官僚っぽくない人って結構増えてきてるのでね、今回のこの斎藤さんにもね、ぜひ期待したいなというふうに思うのが一つと、あともう一個ね、現場のさ、自民党の県議はさ、古い体制を支持したのかもしれないけど、でもその中央の自民党はね、維新と組んで斎藤さんを支持しようってやったわけでしょ?これまあ自民と維新でね、こういうことやっていくっていうのも一つのね、流れかなと思いました。9月のね、解散総選挙では自民党の苦戦が予想される中でね、維新がね、どう取れるかね、これ、橋本さんなんかもね、おっしゃってましたよ。橋本徹さんね、今回都議選で自民党は思ったよりも議席取れなかったですよね。当初の予想よりは、マイナス10とか20ぐらい。本当はね、50議席取るって言われてたのが33議席ぐらいで、都民ファーストなんて1桁になるって言われたのが31議席か、取っちゃったわけですよね。これはやっぱり自民党に対する批判票があるんだけれども、立憲民主党や共産党には入れたくないっていう人たちですよ。で、橋本徹さん曰く、昔都民ファースト入れた人の中で、立憲とかに流れる人は流れた。でも流れなくて、都民ファーストに残った票、この票を誰が取るのかっていうのが問題だっていうふうに言っててね。維新の会がだから今回取ったわけですよね、兵庫県知事選でもね。東京都議選ではね、ちょっと都民ファーストに取られちゃって取れなかったんですけど、関西ではこの票をしっかり取ったということですので、これ本当台風の目になる可能性はあると思います。まだね、維新はね、やっぱりね、関西基盤の政党で、東京維新の会ね、頑張ってますけどね、私もよく知ってる藤川さんがね、選挙の神様みたいな人で、昨日ね、ジョネラーネ話で紹介した森洋一郎先生のね、愛弟子のこの藤川さんがね、東京維新の会頑張ってらっしゃいますけれども、今回ね、都議選ではそんなに議席取れなかったんで、今後どうなるかというところですが、ただ、国政選挙には都民ファースト出ませんから、その都民ファーストに行った票を維新が取れるのかどうかっていうのは大事だと、いみじくも橋本徹さんおっしゃってた通りね、維新は台風の目になるかもしれないし、仮にたくさん議席を取った時にね、自民党とやっぱ是々非々で、元官僚のこういう人たちが手の内知った上で、お前こんなごまかしやってんじゃねえぞみたいな感じでやるのが、そういう風に政治家言っていただくのがやっぱ前向きな感じなのかなと。西村大臣の件ね、まだ野党が粘着して叩いてますけど、もう菅内閣さ、どっちにしろ選挙終わったら改造ですし、この後も選挙終わったらいろんな意味で仕切り直しだから、もうちょっと我々はね、未来のことを考え始めた方がいいのかなと。個人的な意見としてはね、西村大臣の件ね、幕引きするためにね、ギャーギャー言われる前に処分しちゃった方が良かったかなとは思うんですが、もうここまで来ちゃったんで、まあ、あとは選挙にね、全てを委ねてやっていくのが大事かなと。だから自民党もですね、今回の斉藤さんね、党本部がしっかり押して、県議は全部逆らったけど、党本部がしっかり最後までね、推薦を出していたというこの事実ね、これ非常に今後を考える上で重要かなというふうに思いました。政治に関してはですね、ちょっと今ね、グダグダ感があるので、皆さん不満に思うところあるかもしれないんですけど、それでもですよ、悪夢の民主党3年半、戻りたいですか？戻りたくないですか？そこがね、すごく重要になってくるというふうに思いますので、今後ね、アメリカのね、対中包囲網の中でね、日本の果たす役割も非常に重要ですし、経済もね、こっからが正念場と、ワクチン普及して、変異株の問題とかね、これからいろいろ解決しなきゃいけない問題あるんですけど、ここがね、ほんと正念場なんでね、ぜひですね、皆さんには正しい判断をしていただきたいなと。その一助になるようにね、情報工作に対するワクチンのような本が9月に出ますので、まだタイトル決まってないですけど、私今、緊急出版のね、原稿、昨日書き終わってね、これから構成に入るわけですけれども、その本が出ますので、ぜひね、そういうのもね、参考にしていただいて、いろんな情報を入れていただいて、皆さん自身でご案内いただくのがいいかなというふうに思います。いずれにしてもですね、あまり後ろ向きな話しててもしょうがないんで、そろそろ前向いて議論した方がいいかなというふうに思いました。ということで、今日の内容面白いなと思った人もね、高評価のボタン、そしてね、チャンネル登録をお願いします。最後にコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。ゴー！